大友氏寺は南北朝時代の武将、守護大名。大友氏の八代当主。大友貞宗の七、男として生まれる。幼名は宮松丸、通称は孫三郎。足利尊氏の長愛を受けて、兄の死体と共にその勇士となり、また厳正及び死の字を与えられて史寺と名乗った。上和四年、昌平三年に死体から家督と文語守護職を受け継ぎ、 後に、偶然、日後筑後守護職も部任された。塩分の初めに南朝に降伏するが、後に北朝に、復帰する。足利義明からの信頼を受け、九州短大の宇実常と共に、菊池氏の猛撃を高崎山城で防いだ。塩分四年、昭平十四年、筑後川の戦いに、北朝方として従軍するが、清々大将軍の金長親王を擁する。 菊池武光に大敗を喫して、大友氏の勢力は衰退する。同年から、大友の名字故障は、僧侶化が占有するようになった。当時の九州では、南朝勢力の菊池武光の勢力が強かったため、北朝側の指示は、将により久と共同して、菊池軍に抗戦した。常時三年、昌平十九年、諸領書式を着手の質疑に譲り、王安元年、 小平23年に病に倒れて死去した。家徳は、着難の質疑が継いだが、質疑は、勢い左官の南朝側に下り、支持の次男の近代は北朝に残ったため大友家は二杯に分裂してしまった。この状態は、文安元年に、質疑の孫、大友近史茂が、両派の指示を受けて、家徳を相続するまで続く。ありがとうございます。